ドリームプラスです。今日はサッカーです。上級生をあっという間に抜き去るドリブルとずば抜けた得点センスで小さなメッシと呼ばれている新居浜市の小学2年生です。素早いフェイントで一気に相手を抜き去り、キレッキレのターンとドリブルで相手をかわしてシュート。小さな体で驚きのプレーを見せるこの選手は、僕はタタラ感謝です。ドリブルしたらシュートするのが楽しい。新居浜市立金子小学校2年生のタタラ感謝くんです。感謝くんは新居浜市初のプロフットサルチームミラクルスマイル新居浜のジュニアチーム FC ミラクルスマイルでフォワードを務めています。左足っていうところも素晴らしいですし、幼稚園から小学校に上がると同時にもう頭角を現したっていう感じで、今はもう全学年の中でも高学年の中でも勝負できるぐらいな上手さがあるとは思います。感謝くんは小学校に上がると同時に試合に出るようになり、素早いドリブルからゴールを量産。今ではチームの中心的な存在になっています。感謝くんの父親はミラクルスマイル新居浜代表兼選手の多々良優さん。23歳から2年間スペインの2部リーグでプレーした経験もあり、その DNA が受け継がれています。いや、僕の、フットサルの試合を見てですね、やってみたいというようになって始めた感じですね。2歳か3歳ぐらいからそのボール触ってまして、ドリブルであったりシュートだったりとか、ちょっとこれはいいものを持っとるぞっていうのはすぐ分かりました。幼い頃から遊びはいつもサッカー。現在中学生で5歳年上の兄奇跡さんもサッカーをしていて、一緒に練習したりトップ選手の動画を見ながらプレーを真似したりと、まさにサッカー漬けの毎日です。感謝君はボールのことは何だと思ってるの？家族です。恵まれた環境の中身につけた巧みなドリブル。得意な技がドブルダッチ。ダブルタッチとは、足元で横から縦にボールの方向を鋭く変えて相手を抜き去るテクニックです。うますぎる。いや、体小さいよりなんか大きい人からボールというのはすごいと思う。テクニックとかめっちゃうまい。シュートの決定力がすごい。シュートが決定力とかめっちゃある。抜群のテクニックとボールへの執着心で、身長128センチ、体重26キロの小さな体でも高学年の選手と対等以上に渡り合う感謝くんに、父の優さんはあのスーパースターを重ねると言います。なんか本当に見ていてちょっとメッシみたいな感じしますね。本人すごい意識してるみたいなんで、本当に目指してやってるとは思うんで。そんな感謝くんの目標は、サッカー選手になってバロンドールを取ることです。バロンドールとはサッカーの年間最優秀選手に贈られる賞で、日本人プレーヤーはまだ誰も受賞していない最高峰の栄冠です。才能が花開き始めた小学2年生多々良感謝くんは、世界を夢見て今日もゴールを蹴り一歩一歩成長していきます。